旧将軍は、鎌倉時代後期に、聖遺大将軍に任じられた、宗方親王、これ安新納、久明親王、森国親王の四親王を指す、歴史用語。現代では、皇族将軍、親王将軍とも呼ぶ。また彼らを総称して、鎌倉宮家と表現することもある。なお、剣武の新世紀に、五代醐天皇より任じられた、 森吉親王と成長親王も宮将軍と呼ぶことがある。しかし、前者の四親王は鎌倉政権の形式上の長で実権を持たないのに、対し、後者の二親王は兼務政権において短期間ではありながら重要なその一翼を担った実務者だったことが根本的に異なる。鎌倉幕府の基本的な主従性構造は武家の統領である。 鎌倉殿と御家人との御恩と方向の関係により成り立っていた。しかし、鎌倉殿の後継であった源の佐根友の他に、源の頼朝直系の源氏着流の子孫がいないことや、佐根友自身に子がないことから、源氏将軍が絶え、皇族から武家の当領をと考えた佐根友の母、北条政子やその弟、 北条義時らにより1218年の時点で一度朝廷側に提案された。しかし、翌1219年に起きた、佐根友暗殺により、後鳥羽上皇の拒否に相頓挫し、源頼朝と血縁関係にあった二歳の九条頼常が鎌倉に下校することで、ようやく将軍職を相続することとした。だが頼常は成長すると、独自の政権運営を施行し、 執権に反抗的な態度を取ったために追放される。その後、頼常の子頼次が将軍職を継承するが、1252年に、北条時頼らの創生により、後佐賀天皇の第一庶御子である、宗方新王が将軍として、鎌倉に迎え入れられることとなる。しかし、すでに幕府の権力は、執権の地位にあった北条氏が保持していたため、 将軍といえども、名目となっていた。そのため、就任は10歳前半までに行い、長じても20歳代までに将軍職を辞任して、京都に返され、中塚佐教、式部教などに任ぜられることが通例であった。ただし、最後の将軍であった、森国新能は、幕府滅亡のためもあってか、京都に戻れず、鎌倉で出家している。なお、 宮将軍として二代目となる、これ安親王は、将軍在任中に親戚降下し、厳正を賜もの組みされ源のこれ安として、源氏将軍となっているが、最終的には皇族に復帰しぐ将軍に落ち着いている。そもそも、鎌倉幕府は、朝廷の律令制度を巧妙に利用して成立した、統治機構であった。 幕府の政治機構である万所の解説は、13未以上の基準に許される特権であり、万所の職員は、朝廷から女優を受け管理としての処遇を受ける。幕府の統治を支えた、守護寺統制や大盆参加条も、朝廷の直居、直命によるものであった。そのため、源氏将軍であれ、設計将軍であれ、代々の将軍は、議会が三位に達しない段階では万所を、 解説できず、また、幕府の命令書も将軍が3位に上るまでは、袖半した分、3位以上となった段階で、万ろ下し踏みとその格式を採用することができた。旧将軍擁立以降の統治機構は、万ろとなり、また、その命令書も万ろ下し踏みとなることが、常となった。鎌倉幕府の法的な正当性が常時保たれる、こととなったのである。 まして、親王ともなれば、その命令書は、領事として、法的な効果を有するものである。また、名目上の存在であっても、将軍はあくまでも、幕府の主張であり、すべての御家人の主君であることから、御家人たちに対して、一定の求心力が要求された。そのため、元は、伊豆の一階の将法族に過ぎない執事の低さから、北条氏は、将軍職に就くことはできなかった。 言葉条項による上級の乱では、鎌倉幕府の勝利に終わったものの、鎌倉幕府が朝廷より、正一体将軍としての任命を受けて成立している。以上、朝敵とされれば、政権としての正当性を失いかねず、設計将軍は安定性を欠いていた。実際、より常が区靴であることを嫌い幕府の実権を、北条氏から奪取しようとしたことは、幕府及び、 北条氏が石家将軍に見切りをつける大きな要因となった。その点、宮将軍は鎌倉幕府と朝廷を結びつける役割を果たし、幕府の存在自体を正当化させる上で非常に大きな意義を持った。公元2年2月26日、北条と宗は宗方親王を烏星親,親として元服し、その返記を賜った。その後、 特捜先生が始まると、自習の子、貞時とその子、高時は、これやす新王森国新王の返旗を受けなかったが、鎌倉時代末期の元徳三年、元高元年に元服した、高時の着手は、将軍、森国新王の返旗を賜って、国寺と名乗っている。その他、第六大執権、長時の系統にして、特捜に次いで、 高い価格を誇る若橋隆法上氏の歴代当主も、宗方親王、久明親王、森国親王の返記を受けている。後に執権となる人物が、宮将軍の返記を受けたのは、第八大執権、自習と第十六大執権、森時の二名であった。江戸時代の遠方八年に、江戸幕府四大将軍、徳川家綱が死死くして死去した後、退労。 坂井忠清が次の将軍に、有栖川の宮家より、雪人親王を迎えるよう提案し、堀田正敏らの反対に遭い、実現しなかったとする宮将軍擁立説がある。これは、徳川三木にも書かれている。ありがとうございます。